はい、今日はスタバに来てます。なんでスタバに来てるかっていうとね、まあマックとねスタバ関連性があるのかっていうところをちょっと確かめに来たわけですよ。まあとりあえず店内に入ってみましょう。まあ同じマック使いとしてはね、こう見ないといけないね。ああおパソコン使ってるやつは何人かいるけどね。お姉さん使ってるけどいいと思ったね。まあ、こっちのサラリーマンも Windows っぽいな。はい、わかりました。とりあえず店内を見渡していくわ。しかしなんかこうおしゃれなやつばっかりいるな。スタバってこういう空間がやっぱすごいんかね。ダサいやつがいないわ。パチンコ屋結構いるけどね。お姉ちゃんやら主婦やらなんやりゅうはね、まあ、サラリーマンが少ないね。結構いないな、パソコン使ってるやつそもそもがいないな。まあ5人ぐらいか。これからするとやっぱり少ないし、マックは1台もいないな。今は Windows、 お姉ちゃんも Windows いないね。はい、調査の結果ですね、パソコン使ってるやつは5人ぐらいいましたけど、まあ全員が Windows というそういう結果になりましたね。まあ最初はこう Mac 使ってるやつが結構いるのかなと思ってましたけど、これ結構都市伝説っぽいですね。まあとはいえね、1回のこの時間帯っていうのに決めてるわけじゃないから、まあ Mac がいるやつが本当はいた方がもう動画が映えるんですけど、残念ながらいないという結果になりましたね。まあ今度はぜひ同じ Mac 使いを発見したいと思います。で今日はですね、後輩の M 君がですねチャンネル登録してくれたことにより93人になりました。100人まであと少しです。以上です。